ハーベイ・ダニエル・ジェームズ・エリオットは、イングランド・サリー州、チャートシー出身のプロサッカー選手。イングランドのプレミアリーグ、リバプール FC に所属している。ポジションはミッドフィールダーまたはフォワード。クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC のユース・アカデミーを経て、フラム FC に入団。2017から18シーズンから早くも言うマイナス18、リーグでプレー。 2018年9月25日のエフルカップのミルウォール FC 戦で後半36分にフロイド相手との交代で15歳174日の史上最年少の若さでプロデビュー。さらに2019年5月4日のプレミアリーグのウォルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦では後半43分に交代出場し2007年に マシューブリックスの16歳68日でのデビューを8日、更新する16歳60日でのプレミアリーグ史上最年少デビューを受立した。なお、フラム FC は2018の19シーズン、プレミアリーグ19位で終え、フットボールリーグチャンピオンシップに降格。エリオットはフラムとの契約更新を渋っていると噂されており、レアルマドリード、FC バルセロナ、 RB ライプツヒ、リバプール FC などがエリオットの獲得に興味を示していると噂された。2019年7月28日、リバプール FC が獲得を発表。2020年10月16日、ブラックバーンローバーズ FC へのシーズンローンが発表。ブラックバーンでは主に右サイドを担当し、シーズン通じて17得点に絡む活躍を見せた。 プロデビューした2018年に、早速、ユース世代のイングランド代表に招集され、飛び級で U-17 代表にも選出された。ありがとうございます。